県内の小中学生に1人1台の学習用の情報端末の整備が進む中、静岡市内の小学校では情報モラルを学べる教材を使った授業が公開されました。静岡市駿河区長田南小学校では今日、情報を扱う上でのリスクや活用方法などの情報モラルを学べる教材、ギガワークブック静岡を使った授業が公開されました。静岡市が小中学生に1人1台学習用の情報端末を配るギガスクール構想を進める中、子どもたちにそのリスクなどを知ってもらうことは欠かせません。情報が曖昧なやつとかは、ダメなのかなみたいな感じでは言ってます。このサイトは大丈夫かなとか、このサイトは信頼できるなっていうのも、子どもたちなりに身につけていってほしいなという。